中路国際列車とは中華人民共和国とロシア連邦の国境を越える国際列車を指す。中国、ロシア国境での台車交換連結している線路を中路国境を越えて運行する列車である。中路国際列車は基本的に3つの種類の運用がある。中国の機関は 1435mm の標準機であるがロシアは 1520mm の後機であり。 国境ごとに、台車交換がある。国境を越えると人種は、黄色人種から、白色人種、言語は、漢字から、キリル文字へと変わり、東洋と西洋の景色が見られる、国際列車なので鉄道ファンにも人気が高い。計算、四次列車の行き先表北京駅停車中の、ボストーク号ウラジオストクハバロフスク、ハルビン東間の国際列車。 左側の青いカラフルな車両がハルビンから来てもの。ロシアの車両を使用。この列車のように編成の一部のみが国境を越える。列車もある。ウラジオストク駅にて、シベリア鉄道ガイドによる愛称。国際列車系7023。大連発旅行情報発信。バイギガバイトトラベル。高イタリたりふへしゃげ進む坂四各拓活客。次回通り業13章。北盲信。 http://helongjiang.dbw.cn コロンススララッッシシュュスラッシュシステムスラッシュ2013スラッシュ03スラッシュ09スラッシュ 054630866.shtml2015 年11月5日閲覧。ありがとうございます。